阪神さん、落ちる落ちると言われて今季最大の貯金19へ、これくらい確定してたらそろそろ V や年やっても問題ないな。大丈夫そうか？カープや横浜にまくられたりせんか？今年くらいは優勝してわ。一回落ちて横浜に首位奪われて、また勝ち出したって感じやな。強くてすまんなわら。日尻で今年のオリックス倒すのはきつそう。先発が良すぎる。投手と守備がガチガチやから大きく負け込むことは考えにくいわな。コロナで大量離脱とかあったらわからんけど、それはどこのチームにも言えるし。横浜はさすがにもう上がってこなさそうやからあれとして巨人もわからんわ。得点力というかホームラン数が阪神の倍以上やったっけ？勢いに乗ったら10連勝とかしてきそう。岡田進行が強くなるのは嫌やがせに腹は変えられん。ここまで来たら優勝してくれ。阪神これでも指標だとかなり下振れなんよな。来週の松田で3連敗しなきゃ決まりやろ。まあそこで3連敗するのが阪神なんやが。阪神強すぎるわ。何もかもがうまくいってるイメージ。そろそろ決まりかな。阪神強いわ。ノイジーは守備に関してはめちゃくちゃ貢献してるやん。守りから入る岡田野球にはぴったりやろ。阪神強いというより何か急には広島弱くなってね。10連勝の時の無敵感は何やったんや。何が起きるのかわからないのが阪神。もう一回交流戦やってバランス取ろう。阪神は落ちるよ。うん、落ちる。どう考えても落ちる。だって阪神だよ。うん、落ちる落ちる。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。